こんにちはナミさん今回の深夜のコソコソ話ですけどもいや8月も終わっちゃいますねいよいよ9月うん、なんか私9月って言うとね暑い夏の活動的な時期終わってちょっとねセンチメンタルになるなんかこの感情的になるようなね感傷的というかね、えー、ちょっと甘美な時期に入るんではないかなと思いますもうちょっと進むと冬になってしまって冬はいろんなものが停止する時期なんであと蓄えでね 冬をやり過ごすことがありますのでどのような春を過ごしたのかそして夏はどのように活動してきたのか秋はどういうふうなものを刈り取ったのかそして冬はどう過ごせるのかっていうね四季っていうものを見た時にそういうふうに感じるわけなんですよね私たちの人生も同じで春夏秋冬というふうなねこんな時期を20年ごとに区切るとするとちょうど80歳ぐらいの、まあ、平均年齢と言われてる時に人生が終わるというふうに 計算すすることができますもちろん人生はその通りにいきませんその通りにいかないからといって最初っから計画をしないわけにもいきませんので最初は計画をしてそして時とともに軌道修正しながら調整していくのかなと思いますさあそれではね春夏秋冬まさに青春最初の20年っていうのはいろんなものが始まっていく時期で知らないし分からないしできないっていうことに悩む時期それがまあ青春なのかなと思いますよね10代になり様々なり 恋も始ままると思いますしこれから始まる自分の人生にいろんな可能性をね、えー、見いだしていくんじゃないかなと思いますと同時にどこに向かったらダメなのかっていうふうな挫折や諦めっていうのも受け入れてちょっとしょっぱい青春時代があるのかなと思いますよね、まあ、その一つが進学だったり受験だったりあと部活だったりするわけじゃないですか、まあ、中には趣味を仕事にしていこうっていうふうに見いだせる人もいるかもしれません まとかく自分の親や地域学校といったものの環境がその影響が大きいのは仕方がない話ですが最近はスマホがありますのでどこでどう生まれたかにかかわらず自分の影響をどんなものを検索したかによって得ることができるという意味では随分有利な青春を送っている人たちが多いんじゃないかなと思いますはいそしてですね 春夏秋冬夏の時期いよいよ活動していく時期ですこれが20代30代で起きてくるのかなとですので20代30代ではそれまでに培った夢や希望とか可能性ってものを最大限生かして一つ一つトライしていく時期まさに活動的な夏の時期が来るんじゃないかなと思いますまあその中で徐々にね自分のそぎ落とされた可能性とそして研ぎ澄まされた自分の道ってのが見いだせて それがままで続くのかなとぼんやり考えますね、うんまあ、ちなみに春の時期にできなかったことを夏の時期に取り戻そうとするとそれはちょっと忙しいことになるかなという気もしますね。えそして秋の時期っていうのはなんとね。40代50代で訪れるのかなと思います思春期ってものがあるのと同じように秋と書いて思春期というふうな、ね、いろんなものが終わっていくんじゃなかろうかと感じることがあります。 実は更年期っていうものもね、この時期に来るみたいなんですよ。秋の時期、40代、50代ですよね。えー、そして、50代が終わり、60代,の代になった時に、80歳までの20年をいろいろと覚悟して過ごすこととなります。その時には、今までやってきたことを少しずつ消費しながら、余力で生きていく人生が送れると、まあ、ちょっとはね、えー、整っていくのかなと思いますが、ただ現代人の多くは、60代になろうが、 70代になろうがまだね若い気持ちでいろんなことに頑張るんじゃないかなと思いますそういう意味では時代が変わっていってまさに人生100年時代老後のことは80からというふうに先延ばしできるようになったのかなと思います、まあ、そうなるとね今度は20年単位で区切ってたものを25年単位で区切ってもいいのかなと思うようになってきたのが今日のコソコソ話でございます、まあ、人生の順番いいう,ふうに、まあ、いろんな切り方 るがあるわけけですけども私は人生はね100年としたい見た時に25 0年5年ごとに割って春夏秋冬で割り振ってみるとどうかなと思ったわけですよねはいこの人生の冬っていうのはそれが終わった後また新しい春を迎えることは残念ながらできませんでも新しい春にも必ずスタートする人がいるわけですよねそれが私たちの後継者と言えるんではないかなと思います素敵なね後継者を 育てていきたいし、後継者のために素敵な国を残したいなと思うわけですよね。はい、じゃあ、以上でございます。